町野さん、次はね、牧人の打ち方をやっていきますね。牧人っていうのは3本の手が出てますね。相手のボディに対して3つの拳が出ている状態なんですよ。ですんで、向こうから攻撃したらどう受けるかっていうことが、この牧人の組手につながってるのかなと思います。ボクシングのサンドバッグってのはこの手がないですよね。ですんで、縮こまった相手にでも容赦なく打っていくって形になりますね。で、この牧人なんですけども、まあ、これもね、私の独学なんで本当の打ち方かどうか分かりません。ただいろいろ見ていくとこんな形なんではないかなと思います。まず1個目は、向かってきたパンチ、ね、2本パンチがあると仮定して、こういうふうに受け流していきますね。この肘とこの手のひらでこう打ちます。で、次がこっちからの反対の手の攻撃の手が来ますんで、これを受けるためにこうですね。で、相変わらずこっちの手も下に避けて、こっちも外に払っていく形になります。で、次がこちらからの攻撃です。顔に行きますね。と同時に、こっから出てきた拳もこの肘のあたりで受けることになります。こうやって、で、ここまでを連続していくとこういう風になりますね。で、次なんですけども、攻撃は連発いきます。こういった攻撃が今度は拳に変わるんですね。で、次の攻撃のためにこれを取っておきます。で、この攻撃がとどめになりますんで、これ肘を入れます。で、これで後手ができてるんですよ。この後手を私はやるのに、まあ、1年ぐらいかかっちゃったんですよね。最初はね、当たると、ね、痛くってもうやりたくなくなっちゃったんですよ。ですんで、1手から始めました。こうやってこうですね。スパルタン X っていうジャッキー・チェンの映画の中に、ユンピョがこうね、牧人を打ってると、ジャッキー・チェンが眠たい目を起こしてきて、おしまいってやって去っていくのがあるんですけども、冒頭でね、見ていただきたいんですけども、1手目はこれだろうと思ったんですよ。だからあそこから来てるんですね。じゃあ5手連続でいきますよ。こんな感じですね。大体この5手で勝負が決まるんですよ。向こうが打ってきたところでパパパパッと1秒ぐらいですね。最後肘を打って、相手は戦意喪失にしてますから、それで終わりです。ですんで、私の場合この5手が相手に有効でない、全部防がれたら今度はこっちがやられる番なんで、私の勝負は一瞬で決まります。いやー、息が上がりました。ほんとたったこれだけなんですけども、もうね、何メートルダッシュをやったような感じですよね。いや、でも見ていただきましてありがとうございました。じゃあまたやります。